はい、ございます。ヤバイゼマイズル森本隆したらこう帰る。今日はですね、2021年の1月の13日水曜日です。この番組はですね、もう本当にマイズルが大好きな方、マイズルをマイズルに住んでる方、マイズルで働いてる方、マイズルでマイズルにこのお友達とかご家族が住んでいる方向けの動画です。でも今あるこの舞鶴のいろんな問題を、まあこの YouTube を使って訴えかけてみんなで解決していこうっていう、まあ提案をさせてもらっている動画です。はい。で今回はですね、まあちょっと一回こう初の試みでちょっとフリートークみたいな感じで、まあなんかあんまりこう考えずに、まあいつもそんなに考えてないんですけど、ちょっとやってみたいと思います。割ともう本当にいつも行政批判になってしまうんですけれども、まあ僕も別にそんな行政批判をしたくてやってるわけではなくて、まあ誰か言わなあかんでしょっていうことで、まあまあ言わしてもらってます。でまあね、そんな批判ばっかりしても仕方がないやんって言われることもあるんですけど、やっぱり問題は言わないとダメですし、問題言わないと解決しないし、やっぱり言うことで相手もそれが、あ、これってあかんことなんやろかとか、おかしいことなんやろかと思ってもらえると、まあまあ改善のきっかけになるかもしれないんで、まあ確かに文句ばっかり言うのもあれなんですけれども、まあまあ批判の方はちゃんとしなきゃいけないなっていうふうに僕は思ってます。まあ今回はちょっと、まあその批判から離れて、まあどんなふうに舞鶴の未来を考えたらな、考えていこうかなっていうような話をちょっと今回してみようかなっていうふうに思います。もう最近コロナ騒動ばっかりで、なんかこう日本全体のこの雰囲気がぐーっとこう下がってる中で、なかなかいい話題もないんで、まあどうだろう、なかなか舞鶴の未来を話すのに関しても、まあまあそんなにいい話題が、まあ正直思いつかないなっていうふうに思います。でまあ昨日の収録もすでに YouTube 上がってると思うんですけど、まあまあ舞鶴市の政策っていうのは、まあずっとこう成長戦略みたいな感じで、ずっとこうやっぱりまだまだ日本は発展するんだよみたいな前提で、まあこう市政運営されてるなっていうふうに感じたんですけれども、まあ、僕が今47歳なんですよね。でちょうどまあラッキーなことに、就職氷河期が始まって翌年、就職氷河期が始まったって言われた年からに就職できたんですよ。バブルが崩壊して景気が悪くなった、求人が減ってきましたっていうところで就職できた。大手の会社はもうやっぱそのところでちょっと雇用調整っていうか新規採用をやめたんですけど、まだ中小企業はその大手が取れなかった人材が、まあ人材不足してたんで、まだまだ就職できたと。でまあ東高を卒業して2年ほど大阪の建築の専門学校に行って、まあ設計事務所に就職したわけですけれども、まあ先輩らの話とかね、周り見てると、やっぱそのバブルに踊った人たちっていうのがすごく多くて、その要は、設計事務所やったんで、まあまあ建築関係の人たちが、まあまあ周りにいてたんで、まあなんか、羽振りが良かった名残っていうのはすごいありました。で、まあ大阪で住んでたんで、割とそのなんか、まだやっぱりお金持ってる人もおったし、その設計事務所で取引先に行くですけども、すごいなんかバブリーなところとかあったんですけども、まあ僕自身はそんなに要はずっと20歳で就職したんかな、21なのかな、なんですけども、そこからまあ別にそのずっとその給料が上がるわけでもなく、どっちかというとなんかこう下がり気味というか、そんなになんかこう全然その日本の成長っていうのは感じられないままずっとこう今まで来てるわけですわ。うん、なんか日本が成長するかっていう
成長信用みたいなのもまだありますけれども、まあまあもうすでに僕の世代47ですらもう要は成長が止まった段階でずっとこうスライドしてきている、給料変わらず物価は上がる、社会保障費は上がる、税金は上がる、だから実際にこう使えるお金っていうのはやっぱ下がりていくっていう状態で、もう全然そんな成長する気配すら全く感じられないっていうのが正直なところ。だからそんな中でもうなんかこの間ネットの記事見てるとですね、まあ今の20代とかいうのはこの40代とか50代を見てなんかいい時期に生まれましたよねとかって言わはるらしいとかそんなようなまだまだなんか勝ち逃げじゃないですかとかって20代に言われるみたいなネットニュースを読んで、はあ、ますますその要は成長の鈍化、成長の鈍化っていうかもう絶対このマイナス成長ですよね、成長してないっていう状態がずっと続いてるのかなっていうふうに今も思ってます。まあそんな中で成長戦略をずっと描いて街づくりをしていくっていうのもなんかおかしな話やなっていうふうに僕今思っております。で、今のね、まあ、舞鶴市の政策とか、多分よその市町村もそうですけれども、人口増をやった時のそのまんまのイメージでずっとやってると思うんですよ。舞鶴市なんかはもう本当にやっぱ10万都市やった、10万都市になるかならへんかっていう時のまんまずっとそのイメージでずっと引きずって今もやってる。で、なんか舞鶴港のね、構想とか見ているとやっぱまだまだなんか発展してすごい街になるんだみたいな意気込みが行政からは感じられるんでしょうけど、それはやっぱり僕らよりも上の世代であって、まだやっぱ50代60代の世代はまだそのバブルのことを引きずってるかもしれないから、まだ成長するかと思ってるかもしれませんけど、まあまあもう47、違うわ俺、48です、はい、なんかおかしいなって、48でもはもう全然成長しないと思ってる。じゃあそんな中で街をどういうふうにしていくかっていうのはすごく難しい話です。まあまあ正直に言うと、まあ別に今批判はするけど、まあ僕がそのめちゃくちゃそのそれを改善する案があるっていうわけではないですね。誰が考えてもそんな妙案なんて出てこないと思う。それがほんまに正直なところやと思います。要はなんかこう社会全体の意識を変えないとこのままじゃダメでしょっていうのは分かりますよね、でなんかこう政策を打ったから舞鶴が良くなるとか、そんなことは僕はもう絶対ないと思います。不可能やと思います。例えば大企業が誘致できてできたとか、舞鶴港がすごく整備されただとか、舞鶴に例えば仮に原発ができたとか、新しいなんか火力発電所ができた、ね、LNG の発電所ができた、基地ができたかといって舞鶴が成長するのかって言われたら、まあ別にそれは成長しないと思う。そのし、舞鶴市民が幸福になれるか幸せになれるかっていうとそれもないと思う。多分今のまんまずっとそのまんま生かさず殺さずっていうのかな、やっぱどんなことがあっても徐々にずっとこう下がり気味でいくっていう、ただそれだけ変わらないと思う、だからそんな中でこの行政をどうするか舞鶴市をどうするかっていうことを考えるとやっぱ難しいのかなっていうふうに思います。でただやっぱり言えるのは、多分もっと幸福に生きることはすごい全然できると思います舞鶴で。まあ本当に何もない町だと僕は思うんですよね。でなんか舞鶴はすごく自然が豊かで海がきれいで空気がきれいで魚がうまくて野菜がうまいとか、赤レンガもきれいやし五郎ヶ滝もきれいやしとか、まあ言わはる方はいらっしゃるんですけども、まあそれはそれ空気がきれいとか食べ物がうまいとかそんなことはどこの町でもあることやし、やっぱりそのそれなりに生まれ育った町っていうのは誰でも好きなんで、それはまあその自分のところとその要は補正っていうのかな、思い出補正みたいなのもあるんで、まあまあそうそうその自分の生まれ育った町を
悪く言う人はおらへんと思うし、なんやろな、まあ例えばその空気がきれいだとか自然環境がいいだとか、そんなことでなんかこう町づくりを進めていくのもなんか違うんじゃないかなっていうふうに思ってます。んならどないすんねんっていうあるんやけども、難しいですよね。でそんな中でこう成長していくのか、どういうふうにしていくのかっていうのは、まあ本当に僕が決めることじゃなくて、まあみんなで話し合って決めていくことが大事なんじゃないかなっていうふうに思ってるんです。その なんていうんやろ、難しいですね本当にね。町がどうあるべきかっていうの。でもやっぱ本当にあの唯一言えるのは、まあ今僕本当に分かんないことは正直分からないって言うんですけど、そのやっぱそういったことはやっぱり市民とか行政とかいろんな人たちでみんなやっぱ話し合わないとっていうふうに思います。でしかももうさまざまな年代交えてね、あの予定調和じゃない人もう何でも今の行政は予定調和あのこういうふうに決められてこういうふうに落としますってもシナリオが書いてあって、まあ、そのいろんな会議とかでもするんですけれども、まあ、そこのところをなくして、まあ、いろんな人が集まって舞鶴の未来を考えていけたらなっていうふうに僕は思ってます。でただね、まあ、そんな中で、まあ、あのやっぱりこの日常生活を維持するために、まあ、行政っていうのはどうしなきゃいけないかなっていうふうに、まあ、常々思ってる。でそれが、まあ、あの市長の在り方、行政の在り方なのかなっていうふうに思ってるんですけれども、確かね、今まあ国とか府とかまあね市とかの施策見てるし、やっぱ東京都とかのそのコロナのことでいろんなところ見てますけど、やっぱり行政が冷たいですよね。行政が冷たい、もう本当に冷たい。あのコロナ禍でいろんな大変なのはすごくわかるんですけれども、なんかもうちょっと優しくできへんか、国民に対して優しくできへんか、市民に対して優しくできへんかっていうふうに、もういつもなんかこうコロナのニュース見るたびに思いますよね。その理屈とか、まあ大変なのはわかんねんけど、なんかもうちょっとその政治家とか、まあ、行政がもっと市民とか国民に寄り添ったメッセージが出せばいいのに、それがないんですよね。全然この日本は舞鶴市も含めて東京都も全部京都市も全部そうですけども、国民とか市民に対するメッセージっていうのはないんですよ。でやっぱね、普段その市民とか国民が一番いいのは行政とか国とかのありがたみを感じなくて、普通に何もなんか国とかに頼ることも何も考えずに暮らしていけるのがすごく一番いい状態やと思うんです。その不平も不満もなしに何も意識しないっていうのが多分国として最高の状態なんかなって。なんかこの国にいてたらすごい幸せとか、舞鶴にいてたらすごい幸せっていうのは、なんかちょっと北朝鮮とか中国っぽくて言わされてる感があって僕気持ち悪いと思うんですよ。でもなんかもう普通に、ああ何もそういう国とか市とかを意識せずに普通にただただただ、ああ日常送られるっていうのかな、そんな状態が多分すごくベストやと思うんですけども、なんか今はそのベストじゃなくて、もううわなんか冷たいなとか、なんか困った時に国に頼ろう、市に頼ろうとした時になんかこう阻まれるみたいな感じがあって、なんか違うなって、もっと優しい行政とか国になられないかなっていうふうに、まあまあ最近はすごい思ってます。やっぱり国とか市とかに行政とかに頼るっていう時は、やっぱ人間こう困った時とか追い詰められた時やと思うんですよ。でそういった時にすごい冷たい行政で、いやいやそんなのはあの私たち関係ないからっていうふうに言われてしまうと、やっぱその市民としては拠り所をなくすんですよね。で、まあ、またちょっとパームの話になりますけども、まあ、パームの時もあの議員さんだとか行政だとかいろんなところに助けを求めたんですよ。
まあ、私も含めてこのいろんな舞鶴市民とかいろんな NGO の方たちがいろんなところに助けを求めたと。でその中で手を差し伸べてくれた人って本当にごくわずかなんですよね。で特にまあその要はもう行政からは完全にこうシャットアウトされた。でまあ本当に議員さんももうほぼほぼシャットアウトされた。うん、でそんな中で僕は何なんやろなっていうふうに思ってたんで、その要はよりどころじゃないのかなっていう、うん、市民のよりどころとしての行政だとか市会議員、それが分かってないのかなっていうふうに僕は思いました。やっぱなんか頼るべき最後の手段が行政なんですよね。それがないんで、まあその市会議員の質だとか勉強しないだとか、まあまあそのね行政がすごい考え遅れてるとか、まあいろんな批判っていうのはまあちょっと一旦それは置いといて、単純にすごい冷たいなっていうのは、うん、やっぱ最近のこの特にそのコロナのことを見ると、うん、冷たい国っていうのをすごく感じるんですよね。だからその冷たい行政とか議員さんとかそんなのを僕は何とかしたいっていうふうに思ってます。まあもともとそのね行政に入るとか市会議員になるだとかっていうのはやっぱりそれなりにこう市民の役に立ちたいっていう願いでもってやられたと思うんですよ、どなたも本当に。でその初心をなんかこう今も忘れて、まあまあ日々なんかこう結構上から目線で俺らの言うこと聞いときゃいいんだみたいな感じで市政運営とかやられてるのが違うんだよなっていうふうに思います。僕がまあ商売インターネットで DIY の建材を販売してるんですけど、もう本当に僕のところの会社はまあもうここははっきり言って自慢ですけど、すごいこの問題解決型の会社なんですよ、うちの会社は。まあもともとそのまあなんていうかな、まあ舞鶴に帰ってきて仕事がなかったんで自分でネットの会社立ち上げてやったっていうのがまあきっかけなんですけど、その中でまあいろんなこのお客さんからの相談事を聞くんですよ。もともと設計事務所に勤めてたんで、まあ、住宅関係の悩みとかは、まあ、よく聞いてた方なんで、まあ、詳しかったんで、いろんなお客さんの、まあ、住宅に、住まいに関する相談を聞いてるうちにですね、ああ、こういった問題があるんだとか、ああ、こういうことに困ってはるんだっていうこと、でもこれやったらこういうことしたら解決できるよなっていうことを、まあまあ常々考えてて、まあアドバイスしてるんですけど、まあ、それに対してやっぱりどうしてもそのことに対応できないっていうお客さんがいてたりだとか、予算的にちょっと難しいんやとかっていう話を聞いてるけども、まあ実際困ってると、ほならちょっと僕がなんか新しい新商品作って解決しようかいなっていうことで、まあいろんな商品開発を始めてですね、まあそれが本当にヒットして今があると、うん、本当にずっとそのお客さんから聞いた問題を解決するために全力を注いで、それに対して商品作って売ったら当たったっていう、そこだけなんです本当に。だからもううちね商品を売ろうとしない別に無駄な人に買っていらないっていうふうに思ってもいるんです。もう必要な人だけに買ってもらったらいいやっていうスタンスで、基本別に売らなくてもいい、売れなくてもいいっていうことなんですよ。そうするとですね、仕事がめちゃくちゃ楽なんですわ。別になんか営業トークかまさんでもいいし、まあ普通にちゃんとお客さんの話親身になって、これはこれでこれでいけます、うちの商品で解決できますよって言えばいい。あかんかったら、いやうちの商品これ無駄、これはもうお客さんには合わんから買わんといてって言いますもん。うん、で別に高い商品よりも安い商品こっちの方がお宅にはこれ合ってるからこっちの方にしなさいなって言ったら、それはもう喜んで買ってくれる。うん、逆に高いの買おうとしたら、いやもうそんなの買わんでいいからって言って、うん、こっちの方がいいから、安い方がいいからって言って、はっきり言って、まあ、お客さんとこう話しながら、やっぱでも、ほんまは高い方売りたいですけどね、とか言って、まあでも無駄なこと買わんでもええし、とか言ったら、まあ、結構喜んでくれますっていうのがあるんです。で、まあ、すごく、普通に、
真摯に対応はさせてもらってるんです。であとはもう面白いのはもう売らなくていいんでっていう設定にするとやっぱり卸売をしなくもう本当にやめたんですよ全然。まあ、まだちょっと一部の商品卸しっていうのはやってますけど、やっぱ卸しっていうのは、まあ、たくさん売れるんやけどもやっぱその値引きしたりだとかその業者との接触が大変やったりとかするっていうのもあるんで、まあ、たくさん売ろうとしたら目標としようとしたらやっぱ卸し売りはやらなきゃいけないんですけれども、まあ、うちはもう別にそのもうめんどくさいからいいやってなってもう卸し売りやってないです。あんでその代わりもう全てのお客さんを全部自分のところで対応してきめ細かいサービスができるようになっている。問い合わせに関してはもうやっぱりもう本当にベテランの人間がちゃんと対応するようになっているんで、まあまあそのカスタマーサポートっていうのはすごくできてると思うんです。でだから要はお客さんは普通に真摯に対応したらまあ別に何も買ってくれるんですよ。それは問題解決できたら、でそれがその多少値段が高くても本当に、うん、やっぱりそのうちの商品なんかは大量生産できないからやっぱコスト的で高いんですけども、それでもやっぱたくさんの人が買ってくれる、うん、でそんなことが商売を通じて分かってるとやっぱり舞鶴市もやっぱり顧客お客さんはやっぱ市民じゃないですか。でそのお客さんの市民に対してもっと寄り添うっていう姿勢を見せた方が僕はいいと思うんです。で僕がまあ市長になってやりたいっていうのはまずもうやっぱりそこなんですよ。市民に寄り添う姿勢っていうのかな。そのやっぱりねやっぱりお客さんも分かってるんですよね。やっぱできないことはできないって分かってる。でも多分舞鶴市の市民もやっぱり財政なんていうのは分かってるし行政にできないことも分かってる。でもちょっとなんとか相談したいお話を聞いてほしいっていう人は多分すごくたくさんいてると思うんですよ。でそんな中でやっぱり行政っていうのはまあお客さんである市民のお話を聞いてなんとか寄り添う、解決できなくても寄り添う姿勢を見せるだとか解決するように努力するだとかっていう姿勢を見せるだけでもすごい違うと思うんです。でまあ僕それが本来は行政のありうるあるべき姿やというふうに僕は思ってるんですよ。でまあちょっとまだその要はねえ行政に就職したことないですくて、まあ、本当に市民の立場としてまあ見てて、まあ、会社の自分の会社としたらどういうふうになるかなっていうふうにまあ常々考えてやってるんですけども、やっぱり本当に寄り添う市民に寄り添ってあげるっていうのはすごい大事、もう仕事でも何でも大事やと思ってるんです。だからそれが今の舞鶴はできてないよなっていうふうに思ってて、まあなんとかその舞鶴市の行政を市民に寄り添うような組織にしたいというふうに僕は思ってます。絵に描いた餅のこの成長を目指す、うん、じゃなくて、まあ、本当にその市民の心を豊かにするような政策が必要っていうか、それをやっていきたいなっていうふうに僕は思ってるんですよ。でそうなるとなんかこう舞鶴を発展させる政策とかなんかその仕組みだとか仕掛けだとかっていうのはないよねっていう話なのか、うん、目指すべきところが違うっていうのかな。その経済的な発展を目指すっていうの心の豊かさを目指すっていうのも全然また違ってくると思うので、まあ確かに経済が発展するとまあ心も豊かになるかもしれませんけど、まあまあそこは大きく比例しないんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。コーヒーは毎朝ドリップ自分で入れて飲んでます。魚数の安い粉のコーヒー、粉の普通の豆から引いたやつを買ってきて、結構大量にたくさん粉を使うっていうのがうちの特色かな、うん、いい豆をちみちみ使うとかじゃなくて、もう安い豆を大量に使ってなんか濃厚なやつを出したいっていう、それが僕の好みだ。コーヒーは1日何杯も飲みますね、はい、でそのまあそうなるとね、そのなんか政策自体になんかすごい舞鶴を良くする
こんだけお金かけてこんなのやるんだみたいなのは僕のビジョンの中にはそれはもうないんですよ。もう仕事だから要は行政が本来持ってる仕事を全部見直して市民に寄り添って市民に寄り添ったものに変えると。でも地味にコツ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 積み上げていくって言って、で市民と対話する、ひたすら市民と対話する、で改善策を考える、もうとりあえず市民の幸せだけを最優先事項にして行政運営を行う、もうそこだけなんですよ僕がしたいのは。そこだけできてたら本当に市民が幸せになる施策をやってたら、市民のためのものをやってたら人なんて来ると思うんです。絶対に人口も増えると思いますわ、うん、もうそんなになんか別になんていうかな、イベントやってよその市町村からこの移住者を募集したりとか観光客呼んでこなくても自分とこのこの舞鶴市の中だけで完結できるっていうのかな、そういうことが僕はできると思うんです、うん、でそれがたとえ例えば人口が減少、まあもちろん人口減少すると思うんですけど、その中でもやっぱりこうキュッと詰まった町っていうのかな、町の規模をスケールをちっちゃくするんじゃなくて、その要は中でこうクイッとこう充実した密な関係の行政舞鶴市っていうのを作りたいんですよ。もうねだからやっぱりその成長しないっていう大前提だと、僕の場合はですよ、もう日本としては成長できないしない、うん、もう無理がある、もう飽和状態やっていう前提で地方都市の自然運営っていうのを考えると、やっぱりその内面の豊かさとか心の豊かさっていうのを、まあ、すごく追求していって、本当にそうなってくるとやっぱ市民にもめちゃくちゃ優しい街っていうのしか思いつかないですね、うん、でそれやと別にそんなにコストもかからないとは思うんです、行政コストも。でやっぱり今行政コストを削減削減して稼ぐ街っていうことで、まあ、よそからちょっとお金を取ってくるっていうふうにいろいろやってますけれども、そのなかなかまあ言うたら商売難しいんで、ちょっと言っちゃ悪いですけど行政に金を稼げるほどそんなに生やかしい世の中じゃないとは僕は思ってるんですよ。そんなに多少は稼げるけど突っ込んだ金は返ってこないよっていうふうに僕は思ってます。その会社で言うとね、売上って上げるの簡単なんですよ。でも利益上げるのすごい難しいんですよね今の時代ね。売上っていうのはインターネットショップしてると安売りして広告出し合い売上なんかバカッと上がるんですよ。これもうガサッと本当に、うん、もう本当に広告費と値段下げる、それだけで売上がハッと上がりますわ。あとはまあちゃんとその配送とかそんなのちゃんとそれはもうちゃんとできてるとしてね、でもやっぱその中で利益を上げるっていうのはすっごい難しいんですよ。だから行政の方もその要は見た目のその成功をバッと上げるっていうのは、まあそれは金かけて広告費突っ込んでやればなんぼでもそんな上がりますね。でもそのなんていうのかな、利益、まあだから行政でいうと多分市民の幸福とかそんな度合いになると思うんですけど、まあそこなかなかこのね数値化なんかはできないと思いますけど、まあ、そういうところを目指さないとこれからの舞鶴市はやっていけないと思う。でその日本全国的に見てもやっぱりそういう市民の幸せっていうのを考えてくれる町とそうじゃない町っていうのはやっぱすごくこう差が出てくると思います。もう本当にやっぱり、まあ、コロナでもそうですけども、本当にたくさんの人たちが今疲れてるんですよね。もう、うん、日本という国に多分疲れてると思うんで、まあ舞鶴に来たらのんびりとできるなと。まあ所得は下げたくないですけど、まあ多少貧乏でもすごくのんびりできると、働く時間も短いしまったりと生きていける、そんなのもありじゃないかなっていうふうに私は思ってます。まあなんていうかな、このまあ今まあこの話してることがまあ全ての内容じゃなくて、まあこういったお話をですね、
まあ、YouTube を通じて話してやることで、まあ、自分の考えがまたまとまっていくし、いろんな人の意見を聞いてまた考えが変わっていくこともあるやろうし、まあ、いろんな勉強してまた変わっていくことも変わっていくと思うんですよ。でそうしないとダメだし、その要はもう本当にやっぱこうみんなでこういろんなこういった話、街の在り方とかをいろいろ考えて自然運営していかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。やっぱりその経済発展が大事やっていう人もそれはもちろんいらっしゃるだろうし、経済発展もそれはもちろんやっぱ必要、うん、ただその経済発展がやっぱり本当に市民のために役に立つのかっていうと、またそこのところも考えなきゃいけないと思うし、あの舞鶴の経済が発展したからといって舞鶴市のその市民の所得が上がるわけではないんでっていうね、自分の子供が働く場所ができる、自分の子供が望む働く場所ができるとか、そんなこともとも限らないんで、やっぱりこの全てはこういろんなことが密接にこう関与してると思うんですよ。もうやっぱりこういろんな複合要素が重なって舞鶴市が良くなるっていう風になっていくと思うんで、まあやっぱりその経済とか、まあ、心だとか福祉だとか、まあ、医療だとかね、やっぱインフラだとかいろんなところでやっぱり市民がこう幸せになる仕組みっていうのをやっぱり考えていかなきゃいけないんで、なんかやっぱりそういうなんか防災だとか経済だとかそういったところは強い興味があったりしますけど、やっぱその福祉のところが弱かったりだとか、やっぱ医療だとかあのはちょっと知識的にやっぱり劣ってる。まあ、そんなとか思いますんで、やっぱりあのこの動画を通じてやっぱりこの舞鶴市民が舞鶴市の在り方についてずっとちょっと考えていけるような流れになったらなっていうふうに思って、このヤバいぜ舞鶴森本隆は公開っていう動画を作成しております。ですのでですね、まあこのお話にまあちょっと興味持たれた方がいらっしゃったら、あのグッドボタンを押してあの応援をしてください。そしてまたあのチャンネル登録もぜひぜひお願いします。まあこんな感じでですね、まあちょっとあの自分の中の頭のこのイメージをこうイメージを書き出すっていうのかな、あのモヤモヤっとしたものをこう話すことでよって、まあもっとより具体的にしていきたいと思ってますんで、まああのちょっとかなりグダグダした動画でしたけれども、またあの皆さんまたお付き合いください。はい、それではまた。